ゲーミング PC の例。ハイエンドデスクトップ PC と高解像度のワイドディスプレイ、高性能入力デバイスが一般的な構成。ゲーミング PC はゲームプレイに特化した PC の総称。単に高性能なパソコンという意味でもある。多くは p c a t 互換機をベースとしゲームに限定されず一般的なパソコンとしての利用も可能。 AMD アイフィニティテクノロジーによって構築されたレースゲーミング環境。ゲーミング PC は高精細な 3DCG を用い、膨大な計算処理を要求されるゲームや大量のメモリを要するグラフィック編集に最適化されている。グラフィックカードの増設やエアフローの最適化など大幅な改造を要すものの仮想通貨のマイニングも構成次第では可能になるなど用途に、 幅がある。処理が重いソフトウェアを動作させる必要があるため、通常の PC よりも高性能なパーツを搭載する傾向がある。一般向けの標準的な性能の PC との違いとしては、高精細な映像を映し出すためのビデオカードが搭載されており、品質の高い映像クオリティが実現できる。低価格もしくは小スペース PC にはビデオカードが内蔵されていないことが多く、 CPU に組み込まれた GPU もしくはマザーボードに組み込まれたオンボードグラフィックで映像を映し出す機能が搭載されている。しかしこれらの内蔵 GPU は単一ユニットのビデオカードを搭載した PC に比べて処理能力が劣り 3DCG を用いたゲームには向いていない。そのため最新 3D ゲームで遊ぶためには高性能なビデオカードが 搭載可能であることが推奨されている。また、PC ゲームを実行中の際、CPU やビデオカードが著しく高温になるため、冷却装置も高性能なものが搭載されているものが、一般的で、巨大なヒートシンクと送風ファン、水冷式などもある。PC ケースは通気性が高く、ホコリが侵入しにくい構造のものが使われる。このようにハイエンド構成が求められるため、 タワー型といったデスクトップ PC が一般的であるが、ノート PC タイプのゲーミング PC もある。ただしノート PC になると、デスクトップ型に比べて性能が劣り、コストパフォーマンスが悪くなったり、パーツ交換や拡張性の問題、排熱問題などのデメリットを抱える点に注意が必要である。しかし2010年代後半頃からは、 外付け GPU ボックスなるジャンルの製品が登場し、サンダーボルト3もしくは4に対応した、ノート PC にグラフィックカードを外付けして、ゲーミング PC 並みに性能を底上げすることが可能となった。しかしデスクトップ PC と比較して、GPU 本来の性能より2から3割低下し、GPU ボックス自体も大型で場所を取る点に注意が必要である。 また高速なインターネットが普及した2000年代以降の現代では YouTube などの動画配信サービスが普及しそのようなプラットフォームを用いてゲームプレイ動画を配信するゲーマーもいるゲームプレイ動画を作成するにあたりパソコン用の動画編集ソフトの方が高度な編集が可能なこともコンシューマーゲーム機と比較したメリットになる基本的にゲーミング PC は ハイスペックなものが必要。ビデオカードが高性能なものが必要になり、他のハードウェアスペックも高性能なものが必要になる。そのため、消費電力が非常に大きなものになる。完成品のゲーミング PC とはすでにメーカー側で組み立てられた PC のことを言う。完成品を購入するメリットとしては、自作パソコンに比べて制作中のトラブルに合うリスクがなく、 メーカー独自による保証が付けられている。ショップには一般的にユーザーが必要なパーツを選択して、ショップ側で組み立ててもらう BTO がある。BTO はユーザーが特に強化したいパーツや、廉価品でも良いパーツなどを選び、PC をオーダーできるメリットがある。またショップ独自でチョイスされた完成品 PC の販売も行われているため、この場合は納期が早いことが、 多くすぐに使用できるというメリットもある。BTO パソコンではビデオカードに重点に置いたゲーミング PC と呼ばれる製品群が存在する。ノートパソコンではゲーミングノートという。高性能ビデオカードを制御するための 2CPU も GPU の負荷を遅延なく処理できる高性能プロセッサーが使用されている。キーボードやマウス、ディスプレイもゲーミング向けの製品が存在する。 いくつかのオンラインゲームでは、PC メーカーの協力により、そのゲームが快適に動作する構成の完成品 PC を用意することもある。例えば、パソコンショップ系があったり、デルが自社製品のエイリアンウェアシリーズを宇宙最強のゲーミング PC と銘打っている。ありがとうございます。